私はもうなんかそういうこう楽器とか音楽とか、うんうん、ちっちゃい頃全然そんな縁がなかったけど、うん、小中ぐらいまで、うん、まだ中学校もまだだからギターをまあ触り出したのは高校生、うん、高校生ね、うん、あのいわゆるこうフォークソングみたいなのでこうねクラブであのクラブ勧誘みたいなのがあった時に、うんうんうん、あのちょっとかっこいい先輩がおってあ、あなんか弾き語りしてなんかいいなとか思って、うんでなんかそういういわゆるこう軽音楽みたいなのが学校になかったから、うん、ああなかったね、うん、まあなんか弾き語りって言ってもそのフォークばっかりっていうかあのそんな曲ばっかりじゃないけど、うん、いろんなその時流行ってた曲もやってたけど、うんうん、まあなんか一曲弾けるようにまああの弾き語りとかあのつまびくような弾き方とかこうストロークとか練習してみたいなとこからやけど、うん、なんかある時にまあこうちょっとこうそれが少し、まあ、1曲2曲できるようになったりこのコード譜みたいなの見て歌うようになってから、うん、こうあの自分でなんかちょっとやっぱ曲、うん、なんか作ろうかなとかすごい早いな作りたいなみたいな、うん、そんな流れもあの言ったら学祭とかがある時にその発表する曲に、うん、なんかオリジナルの曲をやってる友達とか一緒にあの自分もそうやけどいたんや、うんうん、周りにいるとやっぱりそれがね刺激受けるから自分もやってみようみたいな、うん、それのために作ったんじゃないかな最初最初はねそうでそれで、うん、その、曲を作るっていうこともあまあやってる中で、うん、なんか学校高校対抗のなんかなんていうの、あのイベントというかこうなんていうコンテストみたいのがあって、うん、そのWe Are Sneaker Age とかそんなやつほら名前も全然覚えてないいつの話よだからそれのあった時に、うん、きっとみんなまあどのカバーしてくるのか、うん、どんな曲してくるのかなってみんな他の学校の生徒さんがね、うんうん、でどんなまあ携帯で人数でやってくるかもわからないけど、うん、なんかそれぞれのだからあの参加校が、うんまあ、好きなの選ぶ中で、うん、うちらはじゃあオリジナル曲をすごいで対抗しようとやっぱりその自分の中でどっかもちろんうまくするのも大事やけども、うん、なんかその思いっていうか、うん、それ大事やって言ってほんで友達が詩を書いて、うん、でたまたまその時に同じクラブのお友達が引っ越しをして違う学校に行った友達がいててそのお友達のことを思っての詩があって、うん、で私が曲を作っておでそれが最優秀賞だったこれが言いたかったこれが言いたかったそうですごいそうなんですだからたまたまなんかこうみんなでやって一生懸命作って、うん、曲も作って思いもあって届けたい友達がいて、うん、なんかそれで優勝して、うん、でなんかちょっと、うん、こうやっぱりもっと音楽になんかこう、うんやってね、やっていきたいなっていう思いはあったけども、うん、なかなかね、そのそこから先に、まあ、どうやって自分が音楽と関わっていったらいいのか分からずに、まあそういう高校時代とか、まあその次のね、あの学生時代も過ごしたけど、うんうん、まあなんかそういう、それがでも一番大きいなんか。だいぶ大きいね。それはちょっと大きそう。ちょっとしたきっかけじゃないもんね。なんとなくかっこよさそうでやってみたけど終わったっていう人が多分大半な中ね、うんうん、そんだけなんか濃厚に充実した経験を積み重ねていけたっていうのはまあ周りのねその友達もよかったんやろうしそうそうすごい刺激を受け合った与え合ったっていう時代やったんかな遠い昔、うん、その時にさその部活というかサークル活動的な感じでしょ、うん、そのフォークソングのその時に一番最初に曲作ったわけじゃないと思うけどその時に一番最初に弾きながら歌えるようになった曲なんて覚えてる？あのねなぜクラブでね、うん、あの簡単コードがいくつか4つかなんか出てくる、うん、名残浮き、うん、それの、うんうんうん、なんかアルペジオから始まる、はい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 、そういう感じそう僕も高校ぐらいの時音楽の授業で音楽の先生がギターを弾いて歌って聴かせてくれた、でその曲がそのまま音楽の時間のね多分歌とギターも弾かなあかんかったんかな弾き歌いの課題曲みたいな感じでね授業の中で授業の中でギター、うん、もうなんかそういうことばっかりやる感じのタイプの音楽の先生でね、うんうん、ああこういう先生の授業の仕方もあるんやなんて、ね、あでも絶対一応さん私らの時は、うん、私らはやっぱピアノと
弾いてもやっぱりいわゆるこうみんなが使うような鍵盤ハーモニカとか笛ぐらいしかなかったから、ギター、うん、あどうやったのか、高校ギターあったんかな、どうやろう、まあ学校によるみたいやからね、うん、こればっかりは。それもだからそういうまあこうね、うん、縁っていうかでね、その先生がすごくそういう先生やったとか、うん、なんかねきっとあったんやと思うけど、私ねでもね高校の時ね、うん、高校の時っていうかね、すごいそのまあ自分がそのまあ例えば音楽をこう、うん、なんていうかな、人前で、うん、歌うとか表現するっていうのも、うん、とてもじゃないけどそうなんするのも、うん、自分の中でできるっていうタイプじゃなかったから、あ今もし私のことを知ってる人が聞いてたら、うん、おいおいって思うと思うんですけどでもそれが私ちょっとこれもなんかお友達とか別の今話したことあるんですけど、うん、私高校1年の時に、うん、まあ、あの授業で当てられるでしょ、うん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 、先生に。その当てられる時にそう、まあ、緊張して答えられないとか、うん、当たったら嫌やなとかってみんなそう思う人もいると思うんですけど、うんうん、ある時に本読みしてた時に、うん、こう詰まってしまって、うん、であっと思ってて、でそれが、まあ、あこの辺ぐらいまで丸って書いてるとこでこの辺ぐらいまで、まあ、読んだらええわと思って、うん、思ってたよりも先生がたくさん私にその本読みを読ませたんですね。終わらせてくれの状態と思って、うん、なんか分からんけどその日のそのあれがきっかけで、うん、あのその本読みしてる時に声が震え出して、ああもうトラウマになっていく、うん、でその後に当てられたり、うん、それをする時に、うん、まあね本当にね、なんて言っていいかな、こういうふうに声がこう出なかったり出せても震えてる感じがあって、で自分は読んで一生懸命やってるけど、あ今みんななんかおかしいな、なんかどうなったって思われてるやろなとかね、そういう風に感じるぐらい多分こう声が震えて出なくてっていう感じにこう一時期陥ったんです。でとにかくこうなんか自分のことをこう話す当てられるそれができなくなって、で本当にこうまあね、あの出席番号とかで返事があった、もう明日はもう回ってくるんだと大体わかるから、でそれがそのまあホープソング部に入って放課後その練習するんですけど、うん、まあ少しその音楽で歌うっていうことは、うん、その喋ったり発するっていうこととは別に、うん、すごくまあ好きやったし楽しかったし、そこがこうちょっとこう吐け口にもなってたんですよね、うん、で普段まあ友達と話すときは別にそんな平気やったけど、そういうこう、うん、なんかちゃんとせなあかんとかきっちりせなあかんっていう時にそれがあったんやけど、その学祭の時にその美術の先生がなかったかな、その時にすごく思い切って、先生ちょっと私ら発表するから、うん、ここの時間にこんなんやるから聞きに来てくださいって言うたんかな、うん、まあその先生、うん、まああの芸術というか美術の先生やから、うん、そのいろいろこうあの聞いてもらって、どう、まあ、どんな風に思うかなって知りたかったのもあったし、聞いてくださいって言って、その先生がすごく良かったよって、その音楽を発表した後に、うんうん、聞いた後にそう言ってくれて、うん、でなんかそれでちょっとこう、まあ言ったら自信も出たっていうか、うん、なんかそういうこの、まあさっきの話じゃないけどコンテストもそうやけど、なんか普段こう自分全然自信ない自分やけど、なんかその音楽やってた時にちょっと先生に良かったよって言ってもらえたり、うん、なんかちょっと頑張ったことがこうつながって、うん、でだからそれでちょっとずつそういうこうなんていうかな、その本読みの声出ないっていうのも少しずつ収まっていたり、いつの間にかまあそれは収まったのかな。おまあでもそのギターを弾いて歌を歌うっていうことで、うん、ちょっと全然違うねんけどね本当はね、うん、でもそういうのがきっかけで、そういうね、なんかね、うん、学生時代のなんかあれがあったから、うん、まあね、どうなるね、うん、今のまあ言ったら自分の昔のそういう自分とこう今の自分とか、うん、なんかのきっかけでね、うん、こう進めるみたいな、うん、なんかそれがこう、まあ。あのまとめみたいになってるけど、音楽通じてやっぱりなんかちょっとね、うん、
まあ、この年になってこういろいろこう聞いてもらえる人に、うんうん、なんか伝わったりきっかけになったらね、うん、いいな、歌詞の中の、ね、内容も、ね、きっかけになってほしいよね、なんかね、次の、まあ、バトン渡すじゃないけど、そんな大丈夫だね、こういうちょっとおっちゃんおばちゃんの話聞いて、そう、あ、寄ってみようかなみたいな、ちょっと小さな種にでもなって拾ってもらえたらね、つながるのちゃうか。僕も結構シャイで苦手やったタイプなんでね、うん、あんまり喋るのとかも得意じゃなかったから、うん、それがなんかだんだんやってるうちにちょっとずつ慣れてきたかなみたいなのもあるしね。誰もあるかな、まあ変わってない人もいるかもしれないけど、ね、なんか同窓会とかであってもね、全然変わってないなみたいな人もいるし、うん、だから僕なんかはもう30超えてから同窓会で集まった時に、いや、こんなまさか達者にベラベラ喋って楽器弾いて、こんなショーを やってくれって言われたんでね、うん、こんなやるとは思わんかったってみんなにすごい言われて、あんなシャイで端っこで黙ってただけやのにみたいな、うん、そうそうそう言うて、うーん言うてるだけやったのにみたいな、うん、そうやね、うん、そうだからなんかこう分からんけど、うん、まあ今回これが始まったことで、うん、なんか私もなんかいろんなこう昔の記憶もそうやし、うん、音楽もそうやし、なんかちょっと紐解いて、うん、なんかあんまりこう普段の自分と、うん、そのまあなんていうかな、外での、うん、外でのって言ったらあれやけど、まあ社会的にとか、その自分との、うん、あんまりこう隔たりなく、うんうん、なんかよく見せようとかもうどうしようとかっていうことじゃなくて、うん、ほんまになんかフラットな自分で、うん、ここになんかちょっとこうおしゃべりして、うん、リセットしに楽しみに来るっていう感じで、うんうん、この時間をね、うん、みんなと共有できたらなって思ってます。いけそうですか？いけると思います。なんか第一歩のちょっとじわっと今踏み出したけど、うん、この踏み出した感じ、はい、ね、そんな感じで、うん、とにかくこれからの時代、持続化、いかに続けていけるかみたいな ね、ここをちょっと、ね、うん、やるからにはね、うまく無理せんとバランスを取りながらどれだけ続けられるかみたいな、はい、我慢大会みたいな続け方じゃなくてね、うんうんうん、面白く楽しく自分らしくみたいなのの持続化を目指せられたらいいなと、はい、はい、ぜひそうしましょう。そうしましょう。Now I'm